はい、おはようございます。おはようございます。皆さん、美香です。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、ついに前回予告した通り我々ね、どこにやってきてます。またまた来ました。はい、インチョンのパラダイスシティ、パラダイスシティでございます。はい、はい、2回目ですね。韓国カジノといえばパラダイスシティということで、はい、パラダイスシティさんが定期的にブラックジャック大会なるものを開いているらしくてですね、はい、チーム必勝分としてそこで優勝を目指そうというチームみなせじゃないの。あれ、名前変わったの。そこ突っ込むな。お願いします。お願いします。あざすー。あざすー。ありがとうございます。全然スペシャルじゃねー。そういうことじゃないです。いつものメンバーでございます。いや、今日ちなみに僕が起きたのは、これ汚い話なんですけど、こいつのしょんべんの音する。ちょぼ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 って。ちょっと浅いからな。ちょっといかにもチーム上から見たって感じですけど、もう激な話しかしてない。ごめんなさい、丁寧な話しかしないで。そうですよ、今日ブラックチェックですもんね。そう、まあただうちらド素人なんですよ。昨日やりました。イライラして一緒にやめちゃった。ちなみに僕昨日ちょっとやりましたけど、僕プラスで終わりました。もう嘘でしょ。ブラックジャックに関しては、私バカロで買ったやつが全部ブラックジャックか。でもあれ、今回は指南してくれると言われます。あ、先生いるみたいなね。先生がですね、はい、辰巳出版のあれ偉い人、一番偉い人ね、モンキー金森氏。おお、カジノ教じゃないですか。ギャンブル教のモンキー金森氏が指南役として登場してくれるので、お、とりあえずこれからお部屋の方にですね、一旦戻って、はい、まあ、ブラックジャックの簡単なルール説明と、はい、モンキー金森氏から一生術ですね、はい、をこう教えていただこうという。100万円です。お、なんとリアルの話。なんチップ込みですけど、100万円ってことは10万円のこと。100万ウォン、違う、ウォンじゃない、円だから1000万ウォン。おお、いや、でもまあまあ無理です。はい、残念ながら急乗りかなんかで行きます、ね、急乗りかなんかです、はい、スタッフ全員含めて、はいはい、はい、なんか一言ないの。いやいや、じゃあ行きますよ。意気込みですよね。意気込み、うん、じゃあ100万円ごったんです。ごったんです。はい、皆さん、というわけで、はい、はいよ、部屋に移動してきました。2人のラブラブな部屋にね、やってまいりました。ちょっとなんか荒れてるけど、ね、愛の、愛のすごい。じゃあ皆さんもそういうのはいいので、先生役を紹介してください。先生役の超偉い人、超偉い人、モンキー金森さんです。お願いします。お願いします。カジノ卿です。もう大会始まる3時間前にこれやってていいのかっていう話もありますね。確かに、はい、いない。じゃあ金森さん、こうスピードラーニングで、じゃあブラックジャックの簡単な説明をいたします。はい、まずプレイヤー側の人とディーラーの人よりどちらが21人対して合計の数が21人近いかというのを競うゲームです。はいはい、あくまでもディーラー対プレイヤーというゲームなので、はい、プレイヤー同士の戦いではあります。はい、では実際にカジノでやってるようにやってみますので、はい、まずはベットしてください。まあ、最初のベットがまず重要ですね。はい、まあ、まずは1枚ずつやってみましょう。わお、ね、おー、違う、ちょっと若干手順は違うかもしれませんけれど、まあ、こういう状況ですね。親が10、まあ、この絵札10から絵札以上は全て10です。はい、唯一1位は1と11というカウントをします。はい、まあ、そういう基本的なところは除いておいて、鶴子さん、はい、13どのようにしますか。ヒット。そうですね、ヒットの場合は必ず手で、まあ、こういうアクションでいいですし、はい、こういうアクションでいいですし、やってみます。ヒットというこれで、23、今23ですね。21を超えた瞬間プレイヤーは負けます。はい、ディーラーの数にいかんみを問わず負けます。ということでチップ没収です。はい、ここはヒットで、今が同じ13ですね。はい、オフ、チップ没収です。オーマイガー。はい、これは4ですね。はい、それは、なるほど。それは行きます。
17ですね。あステイで、はい、それで全員のアクションが終わりましたので次お願いします。はい、強いよこの親。強い親に関しては17に以上になるまで必ずカードを引き続けます。今の場合20になったので、はい、これで終了、はい、で17対20負けです、はい、これで全員チップ取られておしまいと、はい、これが本番だったらどえらいことです、はいはい、今回のカジノはペアというベット方法も存在。ペアにベットを追加するとプレイヤーに配られる2枚のカードの数字が同じだった場合、ペア成立でベット額が12倍となって変換。基本的には邪道なペアへのベットですが、一発逆転狙いにはもってこいの選択となります。全12チームが3つに分かれて予選を行い、持ちチップ額が最も多いチームが優勝決定戦に進出。さらに予選で敗れたチームからくじ引きで選ばれた1チームは敗者復活枠として決勝に進出できるルールとなっております。まず皆さんかけてください。最初のベッドは非常に重要ですけどね。まずは1枚ずついいですか。まあそう言ってバッて言ってもいいですよ、ね、あ、いいなぁ。あ、いいっすね。こうなのか。うわおおという非常にちょっと特殊な例になりましたね。まず親のハンドを見てください。5です。親の一番弱い見えてるカードは6です。うん、親が6の時に飛ぶ確率、親がバーストする確率は 40% 以上。5の時もバーストする確率は 40% 以上。まあ、皆さんがバーストしなければ、はい、皆さん勝ちということになります。はい、非常にチャンスの手段ですね。はい、鶴子さんです。1と1という数が来ました。はい、ブラックジャックにおいて1というのは非常に強い数ですけれども、2枚同時に来てしまうと2か12ですね。非常にあまり強くないカードです。こういった同じカードが来た場合、スプリットといって、この手を2つに別の手として考えて分けることができます。貼った額と同じ額を、その横に置いてもらって、こうやってもらえれば。そうですね。指が短い。沈みかと思ったけど。これで別のカードとして、プレイします。そうですね。はい、お今ちょっと1の場合特殊なんで、基本的にはブラックジャックなんですけれども、こうやってスプリットした場合には、まあ、21ということで、まあ、親のカードがこれなのでもう負けはありません。はい、次ですね。おおおっしゃーという感じですね。もうこうなるとこの2枚はほぼ勝ったでしょう。はい、次金太です。はい、ここも特殊な場合で11ですよね。今3と8で11です。はい、ブラックジャックの場合10以上の数が来るのが一番確率が高いです。はいはい、10以上の数が来る確率は3割。10以上っておかしいな。10の確率は3割ですね。はい、33% は10です。はい、ということは今11、次10来ると思われるのでダブルということですね。11、足して11や10の時は非常にチャンスということになりますね。はい、でそうです。で、ダブルの場合はこの後1枚しか引けません。はい、はい、おい、これで今21、21、21ですね。最強、はい、最強。はい、水瀬さんですね。現状今20という非常に強い数です。これを先ほど鶴川さんがやったように2つのカードとして分けることもできます。基本的にこれや実際のカジノでやる人ほとんどいません。そうなんだ。はい、こんな価値が見えてるの。後から説明しますけど、基本戦略というものがありまして、まあ、その基本戦略の中にはこれを2つに分けるということもほとんどないんですね。でも今回は超短期戦ですので、こういった親が弱いというチャンスの時にですね、しかももうだいぶ皆さん勝ってますからね、分けてもいいですし、手堅く勝ちに行くのもいいですし、というわけで皆さんどうしますか。スプリットしましょう。はい、まあもう少し手前で、はい、スプリット、まあ、1枚同じ金額を出してもらってこうやってもらいます。はい、
そうすると別々のカウントします。こういうことがね、こういうことですね。あ、今20だったのに12いきなり弱い数を1個作ってしまった。まあ今12、まああまり強い数が、まあ、でできる数の中で一番最低の数ができましたね。でも先ほども言いましたけど、親が飛ぶ確率は 40% です。どうしましょう。これはでもヒットじゃないですか。私もそう思うんだよね、っていうのを皆さんその場で相談しながらやっても今回構いません、うん、もちろん普通のカジノでも構いませんし、ヒットしようかな。はい、はい、しっかり手でアクションしてください。はい、おっ、うまい。これはうまいよね。うまい。どうします。それはステイです。はい、では次こちら、はい、1、1、はい、まあ、プレイヤーのハンドでも15、16が非常に弱い数ですね。15の時にもうあと1枚引いて飛ぶ確率は 50% ぐらいです。非常にもう1枚引くとバーストする確率が高いですね。どうしますこれ。まあステイでいいんじゃない、いいかな。ステイ、じゃあステイで。はい、はい、親に。で、親のカードが何ってことですね。6、6は16ですね。15、飛びましたね。というわけで全員やった、ウェイ。こういう風になりますね。元は3枚だった掛け金が16、8と10、12枚になりましたね。4倍になりましたね。というわけなので、こういった非常に稀な局面、こういった稀な局面になった時に思い切って行った方が、行きましょうよ、おそらく稼げる。その10回の中でチャンスが来るかどうかは分からないです。もしかしたら1回目に来るかもしれない。だからその心構えだけはしておかないと、はいはい。皆さん非常に増えてますね。それではやっていきましょうか。ギャンブルの全般で一番大事なことは最初のベットです。皆さんよくやりがちですけど、最終試合だからということでいっぱい置く人もいます、はい。で、先ほど言ってたようにブラックジャックは最初にかけた額よりも増やす場合があるので、全部かけてしまうと、ダブルとかできない。みんなが最後にバーってかけてしまうと、もう足すことはできないので、チップは。あ、これでトータルで他のチーム、3チームを上回らなければいけない。そうですね、はい、最後の10試合でダブルを抑えないと。いいね、大丈夫ですか。まあ、4か5私じゃんできない。14私もだよ、なんで。本当だ、はい、あ、親も非常に強い数ですね。マジかい。はい、14ですもの。おお、はってない。ナイスヒットでしたね。9は10ですね。ステイ、はい。あ、そっか。15。まあ、行くしかないよ、ね。さっきから1しか上がってませんからね。はい、おお、21ですね。おお、はい。あ、ここなんだよな、結局は。おしまいです。やった、みんな勝ったじゃないの。全員勝ちですね。すごい。ってなればいいね。っていうふうな感じで、おそらく最初の手持ち額から、そうですね、3倍ぐらいにはなったんじゃないでしょうか、ね。はい、おそらくですね、10試合経過してですね、3倍になっていればほぼほぼ予選は通過、予選はトップ通過だと思います、ね、はい、ということになりますので、皆さん、はい、まあ、私も参加するんですけど、はい、頑張りましょう。先生お願いします。100万円頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ただいまより第2回パラダイスシティチーム対抗ブラックジャック大会を開催いたします。イエーイ。そしてついに開幕したブラックジャック大会。チーム必勝者の登場は予選の3戦目。ほとんどが一般の参加者という中、各チームの盛り上がりは予選にして最高潮。皆一様に表情が真剣です。とはいえ非常にアットホームな空気が流れる中、予
戦の1戦目と2戦目が消化されていきました。そして水瀬一行も最後の作戦会議に臨み、若干カメラに緊張気味のもう一人の偉いおっさん西村さんを加え、ブラックジャック大会予選がスタート。え、掛け声しなくていいの？いい、やるか。おう、はい、どうぞ。金太行け、金太頑張るぞ。よし、頼んだ。じゃあ、そこでセッティングお願いします。はい、はい、じゃあ、のリーダー。はい、ここは全員200万も、はい、20万も、あれ40、あ、じゃあ40、ごめんなさい、40です。40、はい、わかりました、うん、40でスタートします。まずは様子見ですね。はい、まずは様子見ですね。ちょっと最初、初回で楽になりましょう。はい、お願いします。お願いします。1、5枚来い。おっ、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 おお、あピクチャー、よっしゃ、まあまあまあ、おっしゃ。ディーラーのカードがいきなり弱いカード5という強行、金森さん次第では初戦で全員勝利という布陣。それに加えてブラックジャック完成の金太は5周期で40万ウォンの 1.5 倍60万ウォンの勝利が確定。じゃあ、ダン、はい、どうしよう。そして、金森さん以外は全員ステイを選択。ナイス、おう、ナイス、よし、いいよ、はい、いいよ、はい、ピクチャー、やった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 、やった、やった、正義を勝ちました。あれ、ありがとう、ナイス、開幕戦、よし、ディーラーがバストで初戦からなんと全員が勝利。このまま勢いに乗ることはできるのか。さて、水瀬さん、次はやめてください。今良かったですね、全員、全員ブラックジャック5名の全員勝ちです。いきますか、3、お、3、はい、いいと思います。はい、エースピクチャー、よし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 、あ、まあまあ、よし、うん、おー、難しい。今回は誰にも強い手は入らず、対するディーラーの手は8。そして画面右端、合計14の西村さんはとりあえずヒットを選択。おっ、ナイスヒット、よし、ナイスヒット。俺これいっていいですか。いや、これは何を行くんだ、ね、何を、いや、それは行くでしょ。ああ、それは自分の中と、おっ、いいよ、いいね、こんばんこんばん、ピク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 、おーよし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 、19ステイ、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 ヒッチ、ナイス、おーよし、やばい、決める、よし、あ、私が4勝ちじゃない、2人負け、じゃあ勝ってるわ。まあ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 、ヒットを宣言した3人が揃って勝利。ディーラーがバストしない中での勝ち越しは上々の成果。2連勝の人、はい、はい、1回ブラックジャック込みだよね。あ、じゃあ3人でやってもらいましょう。あ、3人で、はい、いいです、わかりました、はい、2連勝の人が3人、はい、いくつずつ、いくつ行きましょうか。初っ端と同じで行きましょうか。40万、よ、ありがとうございました。 SSSS、 よし、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 よし。金太と金森さんは手札が20だけに勝利の可能性大。問題は10の西村さんに何のカードが入ってくるかだが、はい、ビクちゃん、ピッピッ、まあ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 、10、よし、よし、一応3回と
3回ともプラス。今乗ってますよ、皆さん。乗ってますね。はい。3ゲーム目終了時点で持ちチップをスタート時の約 1.3 倍に増やすことに成功したチーム必勝ボン。みんなで行きましょうか。何本行きましょうか。あのバラバラにしてもらっても。あ、君いくら、君いくら、思うままに行きません。思うまま、思うまま、はい。いやでも確かにちょっとフェアはありありだな。さて中盤の勝負どころに来ましたね。これ中盤の勝負どころ。そう、ここ勝ちましょう。勝ったらちょっと落ち着きましょう。これ取ったらもし。ここまで3連勝中の金太と金森さんが100万ウォンの大張り。あとは配られるカード次第だが。来た、よし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 よ。大張りした金太と金森さんの手札が弱い上にディーラーのフェイスカードが10と最悪な状況。そんな中鶴子はとりあえずヒットを選択。うん、でも基本じゃない。ごめんなさい。一番少ないから、ね、ここですよね。OK、ここと7番ですね。さあ行っちゃっていいですか。どうぞ。行くもん、私でも行くもん。ヒット OK。ナイスゴーシ、ナイスゴーシ、ステイステイステイ15、他力本願ステイ挑む。よーしよ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 しやばいやばいやばい、すごいすごい。まあ聞いてても21だけど、でもみんな勝った。圧倒的不利と思えた状況を跳ねのけ、持ちチップは一気に1530万までアップ。追い風ムードの中、チーム内ではそろそろ逃げ切りを考える案も出始めるが、50万ぐらい浮いてるかな。50万浮いてる。150万。一旦冷静になるのもある。一旦冷静に行きましょう。まだ俺ら全勝してるもん。全勝してるんですよ。そう、まだ。そう、ここが強いんで、ちょっと2は行きたくないですか。え、まあまあ2は。突き放しにかかりたいですね。突き放しにかかりたい。ほほ。ほほ。2人が5枚とかにして。あ、わかりました。え、それでいいんだよ。うちらは2枚とかでいいんじゃない。じゃあ、行きますよ。うん、じゃあ結局どうですか。俺らが5枚、2人が5、はい、2で、はいはい、私ペアも言っとくね、はい、あ、お願いします。ショコンチーム戦略を練っております。よし、ピクチャー、もしくは S、 もしくは S、 OK、よしよし、 よし、すごいすごい、まあ、まあいいや、いいや、私はいいや。ペア来い、ペア来い、よし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 、おー、あー、熱い、1枚、ドッ、おー、オーマイガー。突き放しにかかった一同であったが、ディーラーに入った手はまたしてもエースという強いカード。行かざるを得ない状況の中、右端の西村さんはヒットを選択。行くしかないからね、1なんだよ、ここ仕方ない。もう終わった、配信は終わった。ここ取ればいいんだから。うう、おお、15、これどうですか。でも絵札あんまり出てない。いや、もう1枚だから自由にしていいんじゃないかな。そう、あ、うん、ここ自由、そうですね。ヒット、ナイス、よし、ナイス、ステイ、やめて、おお、まあしょうがない。少なめでまだ良かったかなっていう。ちょっと2人の流れがちょっと終わった瞬間かな、これ今。これ今流れ終わった瞬間。流れ終わったね。ディーラーがブラックジャックということで、5戦目にして初めてチームとして収支を減らす結果に。そしてここで金森さんから提案が。まあ、ダブルする必要もないし、完全に様子見だと思う。そうですよね。俺なんだったら今回3枚ぐらいでもいいかなっていうぐらい。まあそうですね。だって8、9、10に全てをかけるんだから。はい。勝負は終盤だと踏んだチーム必勝ボン。様子見作戦でベッドを抑えた結果、第6ゲームと第7ゲームは持ちチップは大きく変動せず、終盤戦突入の第8ゲームへ。今例えば浮いてる分全部かけるとかね、
あ、いいと思う。まあまあまあ全然ありそう。いくらでしょう、ね、ここでギャンブル教のモンキー金森氏が浮いてる分全部いっちゃい作戦を提案。現在浮いているチップは350万ウォン。しかしこの提案にリーダーであるミナスさんが待ったをかける。いやなんか私自分のチームが1位な気がしてならないんですよ。なるほど、じゃあ分かりました。半分にします。今浮いてる分の半分を。半分分かりました。大張り勝負に待ったをかけたミナスさん、この判断がその後の運命を大きく分けることに。じゃあここ大事だ。大事、これ勝つと相当楽、うん、私の予想が当たっててくれればいいんだけど。4来たよ。わあ惜しい。11。おっしゃ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 。終盤の勝負どころでディーラーに入った手は2。必勝本チームが有利と言える状況だが、勝負の行方は手札7の3人と11というチャンス目が入ったミナスさん次第に。ここ勝てばでかいぞ。サブチ38番。頼む頼む、やめろ。おーし、ナイスヒット。よし、ナイスでした。はい、勝負どこです。ダブルダブル、来い来い、ピクチャー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 ピク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 、はい、ピクチャーピクチャー、よし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 。15。見事な勝負感でこのゲームは全勝。しかもミナスさんはベッド額をダブルに引き上げての勝利で予選通過に大きく貢献。あと2回。いやいやいや、もうここは俺も固く言った方がいいと思う。絶対に。わかりました。はい、絶対。だって絶対盛り下がってます。現状維持しましょう。はいはい。ミナスさんはチーム必勝本が1位と予想している模様。他のチームの状況は感性でしか判断できませんが、果たしてこの判断は正しいのでしょうか。というわけで残り2ゲームに関してはディフェンス重視の張りでしょうか。その結果落ちチップ1460万ウォンという結果で予選が終了。はい、よし、それはまあ良かった。あとは祈ってよ、残ってる時間祈ってよ。全然プラスですから。残ってる時間は祈ろう。なんか今のワールドカップの西野監督の気持ちもよくわかるから。そうですね、今私西野監督って大丈夫ですか。やばい、西野的なく言うのやめてくださいね。あの叩きはいらないですよ。いやでも結局あれがこうそうして予選通過しましたから。ハマればかっこいいけど、ハマなかったら国賊ですよ皆さん。そうなんだ、あの西野先生はね、勝ったからいいけどね。はい、まあ、これで負けたら今仕方ないと思う。そうそう、これは仕方ない、うん、耳を澄ましましょうか。予選通過発表はチーム名ではなくチップ額から発表、つまり持ちチップ1460万ウォンとコールされれば予選通過濃厚となる。決勝進出チームの発表を出したいと思います。決勝進出は OK チップス1460万。わっ、やった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 。監督頑張ったでしょ。ナイス西野、西野頑張った。これでいいや、1400万ウォンだった。守った、守った。ナイス作戦、西野監督最高。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。やったー。6枚の差か。はい、というわけで決勝進出でございます。はい、ナイスナイス、チーム必勝本ね。ナイス監督、ここに来ました。ほいでほいで、これもう決勝は思う存分好きなようにやりましょう。
見事な作戦勝ちで優勝決定戦へと駒を進めたチーム必勝ボン。その後、敗者復活のくじ引き抽選会が行われ、最後の4チーム目、敗者復活枠のチームが決定。いよいよ決勝戦が始まります。掛け声、掛け声、名前が、どうぞ。ここまで来たら言いますよ。優勝するぞ。はい、はい、監督、最初は監督ですか。はい、IKKO さんがどんな感じなんでしょうね。あ、なるほど、様子見ですか。 IKKO さんの感じが分かんないんで、はい、ちょっと3ぐらいで。わかりました。3、はい、3ぐらいで出して、レッティングお願いします。のべ祈るぞ。 IKKO さんお願い、お願いします。うわ、やべ、ついてないぞ。大丈夫大丈夫、2枚目が重要。よしよし、一番弱い。よし、おお。まずは様子見に出たチーム必勝ボン。ディーラーはいきなりエースと厳しいスタートに。とりあえず手札18の西村さんはステイ、鶴子はヒットを選択。サービス、サリティ、レッティ、ベッティヒー、アシチュイ、あー、マシュー16, 11, 11, 12, 13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 ,
いって言って、うん、いいでしょ。同点が1個挟みまして、一勝、一勝、まあまあまあ、いいんじゃないですか、エースで、俺だったら、うんうんうん、リーダーに強い手が入り、決勝戦第1ゲームは60万ウォンのマイナスからスタート。しかし、決勝は強気でいくと決めた皆さん、次のベッド額は2戦目、はい、ちょっと行ってみます。行きますか。5ぐらい、いいっすよ、4番、よし。トータル250万ウォンの大張りに出たチーム必勝本、序盤の山場になりそうなゲームに。ピッチャー面白いです。カモン、よし、お願いします。いいでしょ、よし、うん、よし、よし、よし、いいよ、ピッチャー、いいよ、よし、ケア、ナイスプラッグ、ナイス。いや、水瀬さん、よし、いいな、よし、よし、よし、これはいいよ、これはいい。2ゲーム目のディーラーのフェイスカードは6。ここはバストに期待して全員がステイを選択。その結果、さあ祈ろう。セブンティーン、フィニーウィン、17だ。そんなバカな。ディーラーのフェイスカードが6だっただけに、全員が勝利したかった局面だったが、勝利したのは2人のみ。結果、持ちチップは動かず。チャンスを逃した一行はここで作戦を変更することに。順番が4番目がいればいいんでしょう。はいはい、あ、確かにディーラーに回っちゃうんだ。よろしいですか、よろしいですか。なるほどね。今で森さん、ここだね、上がらない。ミナスさんが大事、ミナスさんが重要。よし、はい、お、ナイス、来ました。いいゴール決まりました。カモン、よし、いいよ先輩、よし、よし、ロペア。ミナスさんの19に加えてディーラーの手札も2。これは作戦がハマったか。バースト狙いのツルコはステイ、キンタはヒットを選択。8, 8, 8, 8, 9, 10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 
ディーラーが立ちはだかり、左
1人しか勝利できず、決勝戦では持ちチップ額の大まかな中間報告があるため、後半に勝負をかけられる状況にしておきたいのだが、そしてその後の2戦でも大きくプラスに持っていくことはできず、中間報告を迎えることに。さて、結果がちょっと聞けるんで、さて、どんな感じですか今。作戦が変わります。今ですね、一番バーターの有利なのがチームがブラックさん。おー、勝ちんだよな。残りの3チームはどこいどこい。どこいどこい。みんな悪いんだ。もう路頭に迷ってます。様子見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 。はい。中間報告を聞いて、まずは様子見を選択。ここではディーラーがバストするという結果に。久々のバースト、イッコーさんバースト。あ、やっぱここからバースト。折り返して流れ変わったこれ。折り返して流れ変わった。また変わりました。じゃあ一回ここでありましたね。やっとく。5は行きましょう。5以上。5以上。はい。お、勝負。これ勝てばおそらくゲームじゃん。ここで勝負に出たチーム必勝本。トータル250万ウォン張りという勝負に出る。延べ全員勝ってると。よっしゃ、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 うわー、来た。あー、なんだこれ。あー、1枚目の手札でテンションが上がった一行だったが、蓋を開ければディーラーの手札を含めて非常に厳しい展開。さあ、うわ、さあ、行け、やる、オッケー、オッケー。あ、後ろからご協力、ピクチャーで殺すのが大事ですよね。確かに。ここなんだよ。ここは。ここなんで。おー、いい。よしよしよし。ここ。ピッピッ。セブンチーム。エイキュビ。いや、まあまあまあ。2勝3敗。250万という大張りに出るも、結果勝利したのは2人のみ。持ちチップは685万ウォン。チーム必勝本、優勝に向け後がない状況に。あと8、90、3つか。さあ、どっかで行かないとこれは優勝はできんぞ。そうですね。黄色の1枚。そろそろ行きます。はい、もう多分皆さんのところに厚く行くから。そう、じゃ黄色行きましょう。はい、我々は仮面になりますから、ね、はい。ここで一人だけ好調な水瀬に厚く張る作戦に出たチーム必勝本。リーダーが突破口を開けるのか。スプリットダブルで。ダブル、そのとおり来るやろ。ペアか。いいよ。よしよし。おい。いや、2枚目や、2枚目重要。やべ、なんで私。なんだ来い、なんだ来い。6666666。おー、まだチャンス。大勝負に出た皆さんに入った手は14、対してディーラーのフェイスカードは7。ここは皆さんの判断で命運が分かれそうだが。どっち？よし、いけ、こい、こい、こい。あー、惜しい。今来たと思った。やばいな、20行かなくてよかったですね。20行かなくてよかった。みなすさん、もしもステイしていれば勝利という歯がゆい結果に。これにて持ちチップはスタート時の半分近くまで減ってしまったチーム必勝本。ここで倍にして次で倍にするしかない。あ、まあ確かにそうですね。 あと2回しかない。ここで増やさないともう無理だから。その後の話し合いでダブルやスプリット分のチップのみ確保し、残りはオールインという決断をしたチーム必勝本。その張り額の分布がこちら。西村さん以外の4名が全員100万ウォンという背水の陣。全員負ければ残りは155万ウォンとなってしまうが、ここはもう行くしかない。さあ来い、来い。よし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 、大丈夫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 。2枚目、よし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 、いいよ。よし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 。サレンド。この勝負どころでディーラーに入ったカードは2。お膳立ては整った。
チーム必勝本メイクドラマなるか。ダブルいけますよ、玉井さん。あ、さ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 あ、それじゃないと、それがないと、まあ、1位出たら、私も、まあ、何でもいいや。ダボダボ、オッケー。いつでも、いつでもピッチャーでもいい。ピクピク、ピクピク、頼む、カモンピクチャー、頼む、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。盛り上がる一同だが、16位以下で指定した2人がいるため気の抜けない状況。果たしてディーラーのカードの結果は。食べ食べ、はい、10、食べ食べ、3つ食べよ。まさかの20という結果。あー1個じゃん。セブンティー、最後まで強い、強いよ。オーマイガー、はい、オーマイガー。こうして決勝戦が終了。とはいえ、実は今大会2位以下にも賞金があるのです。果たしてチーム必勝本は何位だったのでしょうか。はい、皆様、はい、お疲れ様でした。疲れました。疲れたよ、精神的に疲れすぎだよこれ。じゃあこうちょっと改めて結果の方を皆さんの方からね、まあ、結果の方ですか。結果の方を発表します。これ出しますよ、はい、というわけで私たち、じゃーん、3位でした。3位で、はい、いや素晴らしいよ。こちらの200万ウォンをいただいたということで、あれですよ、はい、逆に言えば目標ができたじゃないですか。またうわ、次優勝するのという、いいこと言うね。そうなんですよ、実は、まあ、次も開催予定があるということでね。ほうほう、来年の2月下旬ぐらいで開催が予定されていて、はい、告知の方が LINE で、はい、告知をされるということで、はい、さらに新規に登録していただいたお客様には7万ウォンのクーポン提供されるそうです。ぜひ登録してみてください。日本円で約7000円ぐらいですかね。はい、これはもちろん、だ全員で終わったら大した金額じゃないですか、ね、そうですね。だからもう一発いきますか。そうですよね、みんなの気持ちを込めて。そうですね、この後ね、ワンフォーワンですよ。いきますか。いや、あの皆さんほら、あのシーズン4だっけ、あのは何が690枚しか使えないっていうルールになったから、あなたこれ690枚分しかあのカジノでお金使えないから、もうとっくに使ってるよ、そういうレベルじゃない。そういうレベルじゃない。そういうこと言わないでなかったことしようと思ったのに。次回からはシーズンが変わりますか。シーズンが変わります、はいはい、でちょっとルールとかも、ね、変えていくと思います。もうルール適当すぎてさ、ないんだよほとんど。そう、フリーですね。あ、じゃあブラックジャックで勝つための秘訣を最後、勝つための秘訣、秘訣西野監督見習ってください。なるほど、はい、あ、いい、素晴らしい、素晴らしい。じゃあ次回シーズン5ですかね、はい、そうですね、しますが、パチンコ屋でやりますね、はい、次回はちゃんと。パチンコ、パチンコですね、パチンコ屋でやります、はい、お楽しみにということで、見てください。さようなら、さようなら。上から見なせ特別編ということで、パラダイスシティ主催のブラックジャック大会いかがでしたでしょうか。今回訪れたパラダイスシティはカジノだけでなく、現代アートの展示施設、最先端の大型クラブ、プールやウォータースライダーなどが入った大型の温浴施設が楽しめます。さらに今後ブランド免税店が多数出店予定です。興味を持たれた方もぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
次回の上から見出せは2019年シーズン5でお届けいたします。それでは皆さん良いお年を。さようなら。生駒武、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香、人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。